はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、ハーツオブアイアン4、現代元日本プレイの続きをやっていきましょう。まあ、ちょっと不手際があってですね、前回、いざ、開戦しようと、フィリピンに対して宣戦布告しようとしたところ、開戦リーをすでに失っていたと。なんとも微妙なことを行ってしまったんですが、再びフィリピンに対しては宣戦布告の準備を行っていますので、それが終わるのを少し待ちましょう。で、フィリピンに対しての宣戦布告状況なんですが、まだちょっと時間はかかりそうかなというところですかね。まあ、なんとかフィリピンに対して宣戦布告を入れ込んでいきたいというところにはなります。あとは研究枠が空いている？そしたら研究枠を使っていきましょう。まあ、何に研究割いていくかっていうのも、もうここの段階で来ると結構微妙ではあるんですけどね。まあ、海軍系を入れておく。そうすると、ただ空母ももう来るところまで来ちゃってるからな。441日か。これやるんだったら空軍とかに行っといた方がいいよなって感じですよね。さあ、じゃあこれで時間を進めていきましょう。まあ、何はともあれ海戦利用をね、得ていかないと海戦ができないですからね。まあ、でもまだあと210日、まあ、月に換算すると7ヶ月あるから、まだまだこの間に艦隊の再編とかを行っておきますか。今のところですね、艦隊はご覧の通り、まあ、日本第一艦隊っていうのはテンポラリーの艦隊になっているので、まあ、これは置いておいて、潜水艦隊が1、2と、あと普通の艦隊が1、2、3、4、5とある状態ですね。で、国家方針の方ですね。次に進めていきまーす。第一艦隊の方は、
潜水艦が2個入ってるだけだね。まあ、これは置いておいてだ。第2艦隊、第3艦隊、第4、第5、第1艦隊だな。第5艦隊にもじゃあ司令長官を配備していきますか。もう司令長官いないんで、新司令官を雇っていかなきゃいけないんですよね。で、潜水艦隊にも艦隊の司令長官を雇いましょう。そうか、航空母艦の1隻目かなは双竜になってますね。で、すでに飛行機艦載機は搭載済みです。で、ミサイル巡洋艦コルペット、この辺りにハテナがついてるのは何なんだろう。特に意識しなくて大丈夫？第一艦隊の機関空母双竜ですね。あと第二艦隊の機関はミサイル巡洋艦になってるね。で、もう一個できている第三艦隊の空母、これが飛龍か。この辺りは第二次世界大戦期の空母の名前がそのまま転用されてる感じかな。あとは沖縄にね、補給拠点をちょっと築いておきましょうという話があったので、それはやっておきます。で、海軍の基地を増強しておいて、まあ、海軍基地増強しておけば、まあ、多少のペナルティが改善されるんじゃないかなというところと、あと優先してやっておきたいのが、この後強襲上陸をかけていくんで、周辺地域の制海権の確保ですかね。
級効果爆撃が完了したね。これで戦闘支援は全部終わった？いやいや、まだまだだね。移動準備完了。そうするとどうしようかな。砲兵大隊と自動車大隊、あと戦車大隊、この辺りは動かしてしまって、自動車大隊には本国に残すっていう方針でいきますか。気をつけ。今彼らがどこにいるかというと、ここか。まず部隊を集める。じゃあまあ、海戦に備えて一旦青森に集めた部隊を、いや青森でいいの？青森に行くぐらいだったら鼻から近い長崎にした方がいいよね、普通に考えて。移動準備完了。何も一度北進してから南進する必要はない。一度じゃあ部隊を長崎に集めて沖縄に集結させましょう。この後で沖縄の空軍基地には増強していく。あとは艦載機搭載したつもりだけど本当に搭載しているっていうのは確認しましょうか。母艦ヒル75搭載してるね。で当然蒼龍にも搭載はしてあるはずなので、じゃあ部隊の集結を待ちましょう。沖縄の海軍、空軍基地さらに増強するんだったらどうしようかな。本当にこの半年間もったいないですよね。
フィリピンの攻撃も今日失うまで、まあ、ちんたらちんたらしてたのが良くないんですが。まあ、ただインドシナとの同盟が完了できれば、逆にベトナム、ラオス、カンボジアを陣営に引き込めるんで、まあそれはそれでメリットはあるはず。あとはもうこのディシジョン系をやっていくかどうかぐらいかな。関西の明治工場1を得る、これはすぐやっちゃおう。大した額じゃないしね。そうか、野戦砲の次ね。どうしようかな。もう野戦砲も来るところまで来たからな。さてと、アメリカが持っている第三世代の、艦載機攻撃機ですね。これをちょっとライセンス生産するっていうのを見てみるとどうなるかというと、航続距離が1100、対空攻撃が16、機動性が49、制空が1か、生産コストが40。で、一方、我が国、がそのまま生産できる艦載機がどこにいる？これだね、第4世代の攻撃。これ見るとただあれだね、三菱の A10J の方が優秀だな。なので、まあライセンス生産する必要はないな。もしライセンス生産するんだったら、空母とかの方が、まあそもそも空母をライセンス生産するっていう概念があるのかって話ですけどね。キティホーク、ニミッツ。まあでもこの辺りもなんか日本の方が進んでそうな気はするな。まあ数はともかく、質は、日本の方が、むしろ良さそうな、そんな気すらするな。お、これで洋上飛行場の方は本当に終わったんじゃないの？終わったね。洋上飛行場まで来ましたね。そしたら空母
やりますか。441日もかかるけど。移動準備完了。気をつけ。行け。さあ、では沖縄に部隊を集結させます。なんかこれぞっていうのがないんだよな。まだまだ様子見でいいのかな。ちょっとね、政治ポイントばっかり溜まっちゃってもったいないけど。この後の中長期的なプランで言うと、まあ、フィリピンを平らげた後は、ベトナム、ラオス、カンボジアとは同盟を結んでいる状態におそらくなるので、まあ、中国攻めになると思うんですよね。まあ、韓国なのか北朝鮮なのかっていうのは置いておいて、中国を攻めることになると思うので。いやー、ちょっと何入れたらいいのか全然思いつかないな。ここまで進んできちゃうと。まあ、ロケットとかじゃあ研究しとく？原子力。ロ。韓国とは友好状態にあるので、まあ、普通に考えたらこの後はフィリピンを制圧した後は、まあ北朝鮮かな。ということは韓国に対して軍事通行権の要求はしておく？あらかじめ期間って決まってるのかっていうところですよね。早すぎるとまた無駄になっちゃう可能性があるんで。軍事通行権は認めてくれないということだね。そうなると強襲上陸を北朝鮮に直接かけなきゃいけなくなるわけだ。まあ距離的には問題ないかなとは思いますけどね。北朝鮮が核を使うという選択肢を考える前に戦争を終結させないといけないからな。沖縄に軍を集結させて、集結は完了しているので、もういつでも開戦できる状態にはなりましたね。問題は、フィリピンへの
残りの期間がどんくらいあるかだな。改善理由を正当化するまでの間。1月の29日なので、まだまだ半年近くかかりますね。お、ラオスは入らないか。ってことはラオスを先に叩くというのもありだな。叩くというか、宣戦布告しちゃうっていうのも。ラオスがね、非協力的ならそうせざるを得ないよな。何？早くないか？カンボジアもベトナムも陣営を去っていくのが。となるとだ、これってベトナムもカンボジアもラオスも食っちゃうしかないな。タイとは同盟を結ぼう。まあ、ラオスは速攻で終わらせるとしてもだ、ラオスは強襲上陸ができないんで、ベトナムに先に宣戦布告が必要だな。同じ陣営にさえ入ってくれれば、そのまま。いけたんですけどね。とりあえず、ラオスへの宣戦布告を一旦やめましょう。ラオスに宣戦布告してもラオスに上陸できないんでやめます。で、代わりにベトナムだな。で、あとタイ、タイとは同盟を結ぼう。いやー、外交状況が一変してきましたね。準備完了。そうなると基本的な方針は決まったので、フィリピン攻略はベトナム、カンボジア、ラオスと平らげて、タイとは同盟を結びます。で、その頃には台湾との同盟も成り立っているはずなので、台湾とは同盟を結んで北朝鮮の攻略というところかな。いやー、いきなり東南アジア諸国に裏切られるとはな。まあ、タイミング的にはラオスに宣戦布告するための準備を始めた時に陣営から去っていったので、まあ、その行為が言えなかったんだろうなっていうのは誰が見ても明らかなんですが、にしても早いですよね。はい、
ではちょうどね時間が30分ぐらい経ちましたので、ちょっとまだまだ回線の理由を正当化するのに時間がかかってしまっていて、皆さん退屈されてしまっているかなと思うんですが、まあ、今回やった内容のおさらいは、まずは艦隊の司令長官すべてつけましたというところと、あと航空母艦空母の名前も一応ね飛龍総龍というところで確認で、あとは東アジア同盟、これをね、立ち上げたんですが、立ち上げ直後、カンボジア、ベトナムが早々に離脱したので、結局何も起きていないというね、なんとも虚しい状況です。あとは沖縄の方に、軍を集結させたというところになります。次回もね、この続きしっかりプレイしていきたいと思いますので、お気づきの点とか、アドバイスとかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。